皆さんこんにちは。幕内勝利数は歴代次期地位、往年の名大関の名にふさわしい記録を誇る貴ノ浪。引退と同時に年寄り音羽山を襲名し、貴ノ花部屋付きの親方として後進の指導にあたるほか、協会の業務などで多忙な貴ノ花に代わって部屋の稽古指導にあたるなど多岐にわたり活躍してきました。しかしそんな貴ノ浪の死因は各界のタブーとも称されるほど悲惨なものでした。今回は貴ノ浪の死因についてご紹介します。彼がこの世を去ったのは2015年の6月20日のこと、43歳でした。死因は急性心不全と報じられていました。しかし命を落としたのが午前10時のラブホテルだったことは報じられておらず、各界のタブーとなっていたのです。週刊新潮の黒い報告書では貴ノ浪の副上司について詳細が綴られています。ここから一部抜粋してご紹介します。貴ノ浪がラブホテルに姿を現したのは蒸し暑さの残る午前10時20分頃のことでした。週刊誌によると貴ノ浪さんは嫁さんに5人の友人に会うと伝え家を出ましたが、実際は愛人と大阪で密会していたようです。大阪府警関係者の一人はホテルからの119番通報を受け、救急隊4人が向かったものの時すでに遅しやな。死因は急性心不全やけど、いわゆる副上司。貴ノ浪は有名人やし、去年から話題の連続生産不審死事件のこともあって司法解剖へ回した上で薬物検査もしたけど、死因に不審な点はなかったんですわ。と当時の状況について500件以上の副上司に立ち会ってきた専門家、上野正彦氏は貴ノ浪の副上司について以下のように解析します。心室が痙攣した結果、胸を握りつぶされるような激痛が走り、ううとうめくことしかできない。呼吸困難ゆえに胸や喉をかきむしったり、口から血の混じった泡がこぼれることもある。それが30秒弱続いた時点で意識を失い、2、3分したら心停止へ。これ以前に電気ショックを与えられれば蘇生の可能性があるのですが、 AED などの装置を休憩3時間で4000円にあるはずもなく、救急隊が到着するまでに手当てができていなかったことも明らかとなっています。大阪妻と脈拍を共有するほどの一体感に瀕していたのに、苦痛に身もだえする羽目になろうとは、随分と残念な最後となってしまったのです。貴ノ浪と愛人が使用したホテルは部屋数53を数えるそれなりの規模の施設だったものの、一般的なホテルとは違い AED などは設置されていませんでした。貴ノ浪の死に対して日本相撲協会は事実を幾分ことして発表し、それを素直に受け取った新聞各紙は以下のように報道したのです。20日午前10時55分、急性心不全のため滞在先の大阪市内のホテルで死去。真相は果たして関係者の口伝えにどんどん広がっていったのです。例えば突然死から2日後のこと、名古屋市内で営まれた告別式に集った300人の列席者からは、まだ若いのに残念などといった声がある中で、副上司だってさという物騒な単語が飛んでいました。もっとも親方の死は誰しもまさかと思った災難でした。副上司という最後を迎えた貴ノ浪について相撲協会関係者は、亡くなった時はまさかと驚きました。病気をしていることは知っていましたが、そんなに心臓が悪かったのという印象です。どれだけ激しいことをしていたんだって。別の協会関係者は、そんなことで死なないでよという思いです。頭が良くて仕事もできましたからね、つまらないことで亡くなってしまいましたと語っています。一方ベテラン記者は貴ノ浪の副上司について、そもそも彼は心臓に大きな爆弾を抱えてきた、4年夏場所中の引退は心臓が止まりかけてのドクターストップによるもの、その2年後には急性呼吸不全や心房細動などを併発して ICU に入りました。この時は心臓が止まり緊急手術を受けているのです。それだけに愛人とラブホテルにしけ込むなど自殺行為だったとも言えるでしょう。前室上野氏は、親方は高血圧症や高脂血症などの持病を抱えていたということですから、
心臓には常に負担がかかっていたわけです。その上、不倫相手とラブホテルでの逢瀬となると精神的興奮度が高まり、これまた心臓に悪い。ただ薬を飲んで病気をコントロールしていれば、彼の若さで急性心不全になることはまずない。本人は体調は悪くないと高をくくっていたのでしょう。と、やってはいけないことをしてるという状況がさらに興奮を高め、心臓に負担を与えていたというわけです。翻って先の相撲担当記者が彼の横顔に触れ、親方は宴会部長とあだ名される陽気な性格で、放っておくとおしゃべりが止まらない。当然我々記者からも愛されていました。貴乃花部屋に所属する親方として後進の指導にあたる一方で、その仕事ぶりは協会内で高く評価されてきたのです。事実、広報部記者クラブ担当なる幹部候補ポストも経験済みだったのです。これからの出世は間違いなかった。それというのも、理事長の北の海がそろそろ退任し、その椅子が発覚、そして貴乃花へと引き継がれる流れが固まりつつありますから、協会にとって大きな損失と惜しまれるのだが、遺族にとっての痛みは計り知れない。大黒柱を失った悲しみに加え、今和の際に居合わせたのが愛人だったこと、さらにその死因を決して口にはできないタブーを抱えてしまったのです。死に方一つでそれまでの功績を台無しにしてしまう、なんて虚しいことなのでしょう。2年前に叔父を亡くした飯沼康平氏も同じく、これまでの人生を台無しにするような最後だったといいます。叔父は一級建築士で、自分の設計事務所を持っていました。建築賞をいくつも取っており、事務所には叔父に憧れる若い人がいつも出入りしていました。私にとっては自慢の叔父だったんです。結婚しておらず一人だったため、事務所を畳んだ後は遊んで暮らしていました。しかし叔父が癌になり、すぐに入院したものの、身寄りがなかったため飯沼さんたち甥や姪が交代で部屋の整理をしたり、病院に服を届けたりしたといいます。そんな中、叔父は、あいつらは俺の金を狙っているんだ、財産目的なんだと看護師や他の患者に吹聴していた。こちらは善意で面倒を見ていたのにがっかりしましたと、自慢の父親の晩年の振る舞いにより、これまでの人生で築き上げてきたものが台無しになってしまったのです。貴乃波の場合はどうでしょう。これまで積み上げてきた成績はもちろんのこと、冒頭で説明した通り、様々な分野に精通しており、頭の回転の速さも各界屈指で、当位即妙の受け答えは相撲記者からも一目置かれていました。43歳の若さで亡くなったが、もし急性していなければ貴乃花親方の良きアドバイザーとして貴乃花部屋消滅は回避できたのではと今でも惜しむ声は多いのです。加えて貴乃波は2002年に6歳年上の名古屋在住の保育士陽子さんと結婚し、2004から2005年頃に第一子長女も生まれていました。結婚後の貴乃波さんは、妻である陽子さんの意向なのか、名古屋市内に自宅を構えることになり、貴乃波さん側は単身赴任状態で東京の貴乃花部屋に通っていたようです。つまり現役時代は子供や嫁さんと過ごす時間がとても短かったということです。貴乃波さんが亡くなった2015年は、娘は小学校高学年という時期でした。亡くなってすぐに週刊誌で父の死にまつわる記事が出たのはとても辛かったのではないでしょうか。よりによって死因が副上司とは、娘さんは貴乃波の死について何を思うのでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。